んにちは、ハイジーです。というわけで本日はコメント欄にアハハハさんからの情報をいただきまして、大和の方にやってきております。なんでもこの町にはコスパ最強の豚丼がいただけるお店があるとのことでございまして、ワクワクがもう止まらないんですけども、こういった景色、めちゃカラフルなお店なんかもね、ちょっとバカンス感なんかも味わえたりするのかななんてことも思いながら、こちらの通り入ってすぐにあります。はい、今回の目的のお店、こちら炭火串焼き物語酒さんでございます。めちゃめちゃポップな酒という文字のフォントからの吸い込まれたくなっちゃうような素敵なお店の外観で、テラス席もある感じからの、店頭に水槽があってお魚とかエビとかが見える感じ、サザエもありますね。というわけで着席しましたけども、店内はもう風通しもいいですし、各席がねカーテンで区切られている感じで、その感じも落ち着きでまたアップしますよね。そしてメニューを見ていきますと、月火限定スーパーランチとありまして、大和市 B 級グルメチャンピオン金賞相模豚重定食というものがありまして、これが今回の狙い目ですね。で、20年変わらず愛されている王道地鶏炭焼き重定食とか、日替わりの美味しい魚が乗る海鮮豊漁重定食、これも気になるな。で、さっき夜の部の大人気地鶏唐揚げ定食、宮崎県名物地鶏真っ黒焼き定食とか、宮崎県名物の地鶏チキン南蛮定食、常連さん人気ナンバーワン地鶏唐揚げ特製甘辛だれあえ定食、真っ黒焼きを卵焼きの上に丸ごと地鶏真っ黒焼きのせ親子重定食とか、全部気になるし、ライス大盛り無料です、特大盛り大歓迎ですって、全品820円の税込み900円となってます。これの肉増しで、はい、ライス大盛り無料なんですね。大盛り全然無料の大歓迎バージョンです。あ、大歓迎バージョン、結構な量になっちゃって、はい、結構きついかもしれないけど、まあ、持ち帰りもできるんで。あ、本当ですか。はい、全然大丈夫なんで、それいただきたいです。はい、わかりました。よろしくお願いします。いただきます。ありがとうございます。はい、お茶のサイズもすごいぞ、これとんでもないぞ。お茶のサイズがすでにこのお醤油のこのボトルと並べた時に、ちょっと比べる対象を間違えました。だからここほらでかいよね。お疲れ様です。大盛りでございます。いただきます。お待たせいたしました。いや、ありがとうございます。想像以上でした。こんなに浮き上がるんです。いただきます。何これ、びっくり箱が開いた後のやつじゃん、もうこれ。どういう状況なの。これはいくらなんでも暴れん坊でしょ。どういう状況なので、しっかり付け合わせの小皿が、待って、こっちにもあるの。嘘でしょ。これ900円のランチ、まあ肉増し300円にしてますから1200円なんですけども、こんなについてくんの、付け合わせが。で、これお味噌汁っていう感じでしょうかね。海ぶどう乗ったサラダとか、ごぼうとかこんにゃく、人参とか、卵とトマトとか。ありがとうございます。アハハハさん、ナイスリクエストにも程があります。いや、ボリューム、いただきます。とにかくまずは蓋を開けたらびっしりだ。いや、これは美味しそうなお肉、キラキラ光ったお肉が
この量山。どうしよう、最近ベジファースト宣言してるからな。山を越えてベジから行くっていうこと。量もちゃんとあるもんな。重いよ、しっかり。うまっ。サラダの時点でもう抜群。やっぱ海ぶどうっていうスペシャルゲストが乗ってる感じで、これ豚汁的な感じじゃない。ほら豚汁だよ。こんだけ豚があんのにこっちも豚汁な感じで、うますぎて多分今振り向く速度速かったと思う。ではいよいよこちら。こんなにでかい豚丼食べたのもちろん人生で初めてだよね。で、一切れ一切れの豚の感じもう美味しそう。炙った感じプラス柔らかそうな肉質の感じ。めちゃめちゃ美味しい。甘い。お肉も甘くて炙った香ばしさも乗ってきて、しかも一枚一枚がそこまで厚切りじゃないのに迫力があるし、控えめに言っても極上です。ほんと美味しいぞ。このランチは半端じゃない。なんでこれまでこのお店を知らなかったんだろうっていうことが悔しくなるタイプのお店だし、ここを知ったからにはみんなにこの辺通った時に、あ、俺知ってるすごいいい店あるけど行くって言いたくなっちゃうやつ。でもこのランチは月火限定だからね、ご飯もあれしみです。うまいな。ご飯だけでもうまい。お肉がさっきまで上に乗ってたご飯ですらもうお肉の味がして美味しい。ドゥンガがいなくなった後のジブリバタも強かったみたいな、ドゥンガイズムを受け継いでみたいな強さを感じる馬ご飯でございます。でしばらく奥まで楽しみご飯だ。たまんないぞ。一回またお肉をちょっと避けていってね。で奥の方のご飯の様子を見てもらいますけども、こう取ってもまだまだ楽しみご飯の感じなの。一旦あえてお肉を避けましてご飯出てきたんですけども、全貌すごいね。で刻み海苔がねまためちゃくちゃいい仕事をしております。ご飯の量だけでとんでもないこんなになっているんですけども、実はこっちもおかずになるんだよね。だからこれさっきねトマトって言っちゃったんですけども、よく見たら明太子なんです。明太子、これだけでもはっきり言ってご飯の B ボタン加速装置なんです。ちょっとこれをこうつまんで、あ、はい、進むのよ。でたまにこうやってこっちに帰ってきてこうしてこう来て、改めてうまい。グリッととろける感じなんですよお肉が。そんで卵焼きなんかもありますから、卵焼きってご飯も進むじゃん結局。だから今回のご飯はお友達がたくさんいるタイプだよね。あれ待って、これ寿司じゃない。あ、これも寿司を食う。いや冷蔵庫が閉まる音が偶然効果音になってたかもしれないっていうのプラス、他のお客様が注文されていた別のメニューめちゃめちゃ盛られてました。ここはすごいお店だよ。はい、そんでこんだけ潤沢にまだまだ豚肉があるってことは、マルセイバターサンド的な感じのビジュアルにして食べることもできますからね。バターサンドの食べ方も贅沢で美味しいね。味のデパ地下
そんで柚子胡椒、この存在も多分ね計り知れないワクワク感。うん、いやこのアクセントは大好き。やっぱりお肉甘辛いんで、この締め方、あんだけ締まってなかった蓋が閉まってなかった豚丼の味わいを締めてくれるといったイメージのこの柚子胡椒でございまして、これで最後まで駆け抜けられますね。いっちゃいましょう。うん、うん、びっくりしてるのはご飯が多くてお肉が足んなくなるっていうことがないっていうことなんです。純白のお肉があって余裕で最後までお肉とご飯で一緒にいけるっていうイメージです。まあこのね小皿もいっぱいあったからっていうのもあるかもしれませんけども、ボリュームやばいってこれ。はい、ごちそうさまでした。食べきりました。めちゃくちゃな量だったんですけれども、こっちに食べるの夢中で、ドリンクが結構おずなりになっておりまして、今だいぶお腹いっぱいの中で飲みます。すごいですね、全部食べられるんですね。はい、すごい量でしたね。すごい、はい、ドリンクもすごい量ですねというわけで食べてまいりましたが、本当にいいお店でしたよね。リクエスト通り、本当にあんなに美味しいものをこんなにボリューム満点でコスパよくっていう最高のお店でございました。本当に素敵なリクエストありがとうございました。超おすすめですので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、ミスターアウトサイドさんからのコメントで、ハイジさんが散髪してるとき3分おきに耳に息を吹きかけますね、やめてください、吹きかけないでください、これ1回でもやだ、ちょっとふってやられるだけでもめちゃくちゃゾクゾクする、めちゃくちゃなんですけども、散髪中でしょ、ポンチョみたいなのこうやってやってるときでしょ、どんなにやられても抵抗できないやつじゃん。その状況下での耳風はマジで勘弁ですし、散髪って結構かかるよね、時間60分くらいかな、だとしたらめちゃくちゃ得られるよね、耳風。ただ僕がこの間行ったキュービーハウスでは3回くらいで済むのか、というかあの時10分かかってないからね、散髪するのに。めちゃくちゃ良かった。何よりもさ、行った瞬間になんか住所とか名前とかさ書かされるやつ嫌じゃない、美容室に行って。なんで髪切ってもらうのにこっちの個人情報ここまで教えなきゃいけないのっていう変なアンケート書かなくていいし、一瞬で終わるし、本当に良かったんですよね。で、和田彦さんみたいな髪型に今回なんなかったんですよ。ただ髪切ったことを家族の誰にも気づかれてないっていうのもありますけども、万年寝て太蔵さんからのコメントで、他のお客さんがごちそうさまと言ったらハイジーさんがお粗末さまでしたっていうのってなんかそれ違くないですか。なんかそれ違うよ、だから言ったことないよそんなこと、失礼だよ、お店に対しても失礼だし、お客さんもな何それどの立場で言ってんのってことになるし、僕も昨日サッカー行ったんですよ。で、僕らがコート2時間使った後に、その後ね高校生のチームがそのグラウンドを使う感じだったんですけども、僕らが終わる10分前ぐらいに監督の方がこの柵のねドアを開けてこっちに入ってこられまして、すいませんまだ10分前なんですけども、準備するために入っちゃって隅っこの方でちょっともう着替えとかさしといていいですかって言ってきたので、あもちろんもちろんどうぞどうぞってっていう交渉があった中で、うちらのチームの練習中最後の試合やってたんですけども、僕はベンチでね見てたんですよその試合を。で高校生の子たちがゾロ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 グラウンドに入ってくる中で、みんなねよろしくお願いしますって言いながら入ってきて、僕もその子たちに一回一回よろしくお願いしますどうぞどうぞって言ってたんですけども、なんかね別の入り口から入ってくる高校生の子たちもよろしくお願いしますって言いながら入ってきてて、誰も そのよろしくお願いしますの先には人がいないのに行ってきてて、どうやらねその高校生の子たちはグラウンドに対してよろしくお願いしますっていうことをしてたのに、僕が一回一回よろしくお願いしますどうぞってなんか言ってたのを自分で後半気づいてすごい恥ずかしくなったよ。アフロの王様さんからのコメントで、ハイジーさんってここにある 500ml のペットボトルのコーラを一瞬で消しますって言って後ろ向いて
一気に飲み干して、はいコーラ一種ゲフってゲップして、お客さんが笑ったら時短ヘッドをお客さんにぶちかますタイプですよねとありまして、もうこのアフロの王様さんのこのシリーズ何なんですか。最後のさ、カズダンスとか時短ヘッドとかで僕のこのツボを狙いに来てるだけで、もう前半どうでもいいじゃん、はっきり言って。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。それでは本日も行ってみたいと思います。せーの、てん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 、こちらディディン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 、春のはるかさんからのコメントで、ハイジーさんって友達から桃太郎の中で誰が好きって聞かれた時に、本当は主要キャラを答えたいのに、俺じいさんが好きだからって思わずカッコつけたくて言っちゃうタイプですよね。これはちょっとそういうタイプじゃない、そんなことない、やめてください。なんかそのいますよね、なんかちょっとカッコつけたいみたいな、俺は目線違うよみたいなことをアピールしたがるタイプね。稲中卓球部とかでも普通はさ、伊沢か前野が好きだっていう中で、いや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 、実は田中が一番面白いでしょっていうのはまだわかるのに、武田推しの人とかね、いや武田でしょ稲中はみたいなこと、なんかあえて言う人とかさ、ドラゴンボールでどのキャラが一番好きって聞かれて、通信中とかって言う人ね。そうじゃないから僕。